So I don't think there are a couple people in the bathroom still. There was a little bit of queue there. I want to start by making three apologies. I know it's an unusual way of starting a talk, but I have to make three apologies. First, I'm not wearing a tie, not even a jacket. And I was sitting next to Roger, and Roger said that you have come from the most relaxed part of the world in the world to the most formal part of the world. So I'm still making adjustments. So my apologies for that. But also, I have to make a change, radical change to the abstract that I submitted more than a month ago. Some of the points I'm going to make are going to stay, but the approach I'm going to take will be a bit different. And I won't be talking about myself too much. And then last apology I want to make is that I have carefully calculated how much time my talk is going to take. And it was supposed to be 42 minutes and so forth. So I thought 2 minutes over time would be okay. Then when I spoke to the translator in the morning, I was told that I have to speak slowly. So I'm estimating that it's going to probably take close to 46-47 minutes and a half, based on my rough calculations. So I do apologize in advance for going over time. And then I've decided to talk in Japanese because the two previous speakers spoke in English. Just to create more balance in language, I think it's better for me to speak in Japanese. はい。まあ、原稿を実は用意したですね。これを読み上げるような形で進めさせていただきます。ちょっとそういう意味ではつまらないトークになっちゃうかもしれないんですけど、しかもかなり抽象的な内容になります。アメリカの霊長類研究のフランス・デ・ワールさんという方がいらっしゃるんですけども、この方が京都大学の今西欣二の研究に関する論文を2003年に書いています。この中で今西がこの分野の学問形成、まあ、この分野というのは霊長類研究ですけども、に大きな影響を与えたにもかかわらず、その功績が正当に評価されてこなかったということをおっしゃっています。で、今西に代表される日本の霊長類研究が理論的ではないと誤解されてきた原因を説明する中で、以下のような面白い発言をされています。ちょっと全体的に読みます。 Japanese primatology was never as atheoretical as some Western scientists believed. My impression is rather that not everyone in the world is comfortableformulating ideas in the fashion popular in the West. We set up theories that are testable, meaning that they can be falsified. For us, science is a confrontational process that seeks to decide who is right and who is wrong. It takes a certain mindset to operate in this manner. And Japanese scientists have no lack of assumptions or expectations about the world, but are reluctant to propose them in a way that invites disagreement.まあ、ここではそのサイエンスの議論の運び方自体がですね、特定の文化に色濃く反映したものであることが指摘されているわけです。日本の教育や教育研究を国際的に展開する、まあ、それがこのグローバルオフィスのミッションなわけですけども、まあ、そのスペースというのは主にまあ英語圏の学会誌を中心に形成されるわけです。でもそれは言ってみれば言説空間なわけです。言うまでもなく、言説空間には何らかの不均衡な力関係が作用します。その力関係を反映する形で暗黙のルールが存在し、それは常に包摂と排除の効果を生みます。研究の評価というのは、どれだけこの暗黙のルールに準拠しているかにより大きく左右されるわけです。具体的には、特定の議論、ロジックの運び方、特定のトピックの選定、特定の言語の使い方、特定の知的リソースへの言及などが、そのルールを規定して研究の質を決定します。今西の見逃された業績からも分かるように、この暗黙のルールから逸脱する研究というのは、価値があるものとはなかなか認められないわけです。言うまでもなく、グローバルに日本の教育や教育研究を発信するためには、この国際的とされる言説空間において承認されなくちゃいけないわけです。で、そのためには、まずそのルールを理解し、その後この不公平なルールをいかに内側から変えていくのかという必要があるんだと思います。
日本の教育と教育研究をグローバルに展開するとミッションは、こういった言説空間に関する諸問題と不可分の関係にあると考えます。よってグローバルな言説空間を規定する構造を理解する必要があります。グローバルな学術史の構造を理解するにあたって、私はポストコロニアルという視点を取ります。ポストコロニアル視点から社会科学の地を再興する昨今の知的潮流といったものに力を借りたいと思います。植民地化を経験したことのない日本とポストコロニアルといったものがどういうふうに関係するのかと疑問を感じていらっしゃる方がいらっしゃるかもしれません。ですが、グローバルな学術史の生産と流通というマクロな構造を考えるとき、世界の旧植民地の知識人がこの問題に関して論じていることは非常に参考になります。まずマレーシア出身のシンガポール国立大学の社会学の教授であるサイード・ファレッド・アラタスさん、写真を載っけましたけれども、が次のようなことをおっしゃっています。すなわち学術地の生産に関してはグローバルな分業体制が存在している。北米やヨーロッパの一部の国の生産施設が研究施設が地の生産と流通の中心を形成し、普遍的とされる理論や方法論が生産されます。一方でその他の国や地域は周辺、つまり理論が適用される場です。理論の生産者ではなく消費者という立場です。また理論が形成される段階において必要とされるデータが採取されるデータ埋蔵地として機能します。こういう知的分業構造は西洋の植民地主義の歴史と密接に関わっています。西洋帝国主義が海外領土を拡張する過程で旅行者、聖職者、そして植民地行政官により世界の周辺からさまざまなデータ、このデータというのは当然見聞録から個人の日記とかですね、また科学的なデータまで含まれるわけですが、そういったものが中心に集められることで自然科学、社会科学の普遍性が担保されてきたわけです。もちろんデータ収集にかかったものは異文化、異教徒、異人種に対して著しい偏見を持っていました。そういった意味では問題のあるデータをベースにして構築された社会科学の地も著しく西洋中心的なものになりました。今日社会科学において見られる地の生産における中央と周辺という分業体制は植民地主義の今日的遺産だと思います。この点の問題意識をさらに発展させたのがオーストラリアを代表する社会学者レイウェン・コーネルさんですね。昔はロバート・コーウェンさんだったんですけども、性転換をしまして今はレイウェン・コーネルさんです。2007年に発表されたサザン・セオリーという有名な本があるんですけども、その中で社会理論と呼ばれるもののローカル性を指摘しています。今日私たちが理論と認識するものはそもそも西洋の都市部のブルジョアの問題意識や経験を反映したエスノセオリーだと断じています。例えば有名なウルレク・ベックとかですね、ジグムンド・バウマンというヨーロッパの有名な、グローバリゼーションの理論家がいるんですけども、そういった方々がいかにですね、そのヨーロッパ都市部の特定の現象を理解するために作り出した分析の道具をそのままグローバルな現象に使っている、そういう事実を指摘しています。これをコーネルはプロジェクション、投影、つまり地域限定的な経験、見方を全世界規模に投影してしまうことの認識上の問題を指摘しています。もちろんこの手の問題は社会学の父であるマルクス・ウェーバーやマルクス、カール・マルクスに関しても長年指摘されてきたことはよく知られています。ヨーロッパの近代を基準とした近代化論で、その中ではですね、その枠組みにフィットしない要素というのは逸脱、更新性、欠如、停滞として解釈されてきたわけです。後ほど言及する溝口雄三はまさにこういった社会理論の西洋中心性を方法としての中国という概念で顕在化させ、それを乗り越えようとしたわけです。もう少ししたら溝口雄三のことについてもう少し話します。コーネルによれば、こうしたエスノセオリーである社会学の理論を周辺の地の社会学者がですね、使って自らの問題を分析するとき、バイファケーション、分離乖離という問題が生じると言っています。
つまり分析に用いる理論と目の前の現実の距離がありすぎて歪んだ現実理解を生み出すという問題です。社会学の分析が中央の議論や理論的傾向に引っ張られるがあまり目の前の現実に対して優位性を失うという問題です。こうした知の生産をめぐる現状認識を踏まえてコーネルは旧植民地や周辺をデータ埋蔵地ではなくですね、認識のリソース、つまり有意義な社会思想が生み出される地として位置づけ直し、彼らが提供する知的道具をその他の地域や国を超えた、その特定の地域や国を超えた現状理解に資する道具として位置づけています。コーネルの本サザンセオリーというんですが、中心で作られる地をノーザンセオリーとするならば、それを中心とする地の構造へのアンティテーゼとしてサザンセオリーを位置づけています。こうした周辺からの学術史の生産過程への批判的な問いかけですが、海外在住の日本の研究者もですね、同じような見解をほぼ同じような見解を示してきました。例えばオーストラリアで長年教鞭を取られたラトロブ大学ですけど、メルボルンにあるラトロブ大学ですけども、杉本義夫先生も日本の社会学における西洋の理論の消費者としての長い歴史、さらには日本社会が欧米で開発される一般理論のケーススタディとして取り扱われる傾向、言い換えれば西洋理論発展のための実験場として位置づけられると断じています。さらに日本の社会学が欧米中心の現実を受け入れて、その枠内で研究すればよいという考え方、つまり社会学の知の生産の周辺としての位置づけを受け入れてきたと指摘しています。しかしながら私は日本の国内の研究者の間ではこの手の問題意識はある程度認識されてきたと考えています。確かに杉本が言うように日本の社会科学は理論生産に関しては圧倒的に受け身的で発信がないわけですが、それでも西洋理論批判やオリジナル理論を作ろうという動きはですね、存在してきました。これに関しては後で詳しく触れます。いずれにせよ国際的に日本の教育や教育研究を発信展開するにはですね、実にいろいろな制約があるということが少しお分かりいただけ方かと思います。知的な貢献を認識されるにはさせるためにはですね、ある程度既存のルールの内側に入る必要がありますが、同時にそれをただ強化するのではなく、それを内側から変えるにはどうしたらいいのか、このあたりが以下の私のお話しする問題意識となります。ここまで手短にですね、グローバルな知の構造に関してポストコロニア視点から概観してきたわけですけれども、次にこうした構造を踏まえて日本の教育研究がグローバルな言説空間においてその貢献が認知されるにはどのような参加の仕方があるのか、その可能性と限界についてお話ししたいと思います。対別して2つのアプローチがあると考えます。1つは実証の他者として日本の教育を位置づけるアプローチ、それと認識の他者として位置づける2つのアプローチになります。この2つのアプローチは実際の研究においては複雑に混在しているわけですが、ですのでこの2つのアプローチというのは幅の両極として考えていただければいいかと思います。まずその実証としての日本の教育というアプローチですが、これはつまり既存のグローバルな知の生産の分業体制と関係を大方受け入れて日本の教育を研究することになります。日本の教育は普遍的な理論構築に資するデータを提供する場です。日本は理論や概念が構築される場、地域の外側、つまり周辺に位置する他者であり、さらに言えば中心において作られてきた普遍的とされる理論や概念が適用される場です。つまり知の生産のプロセスにおける主体というよりは客体または消費者ということになります。日本を実証の他者として位置づけるこのアプローチは国際的な学会誌において出版の機会を得るにはですね、非常に手っ取り早い、簡単に業績を稼ぎたい場合はこうした方がいいのかと思います。なぜならこうした研究は言説空間を規定する暗黙のルールを遵守しているからです。既存の理論体系や概念を分析の手段として活用して
日本の教育を一つのケースとして理解することが主目的であり、理論や概念の根本的な問題を指摘したり、またはそれをラディカルに再編成する、再構築するということは目的ではありません。私自身ですね、自らの研究を振り返ると、2007年に博士号が終わったんですけども、その後5年ぐらいはですね、こういったアプローチの研究をしていたというふうに自分で思っています。しかしながら日本の教育を実証の他者として、研究する人の間でもですね、理論の概念や理論や概念の普遍性をどの程度相対化して日本の状況に適用するかは研究者によってかなり差があると思います。幸いにも日本の、理論の普遍性と日本の事象が生み出すギャップに常に意識的であろうとする研究者は少なからず日本の例えば教育社会学には存在してきたと私は思います。例えば菊池ジョージは教育社会学研究1991年、これ実際に原稿ですけれどもにおいて理論を作るというテーマで特集号を編集しています。その序論においてこういったことを述べています。欧米産の理論が特定の国の社会構造を反映し文化的制約を受けていることは言うまでもないと述べ、日本のオリジナル理論の重要性を説いています。さらに欧米の経験や理論を過度に普遍的であると思い込んでしまっている研究では、ここまた引用しますけれども、欧米の理論的枠組みで日本の教育と社会を見て、それによって説明できない事態に遭遇した場合、欧米の理論的パラダイムそのものを相対化し洗練していく道が閉ざされてしまうことになると警告を鳴らしています。同じようにこの特集号に掲載されている逆欠如論、これかなり有名な日本では有名な論文だと思うんですけども、そこでですね、園田秀弘さんも西洋の理論に依存した研究の危険性、つまりこういったことをおっしゃってます。日本以外の分析のための日本以外の場所で分析のために開発された理論の学習に熱中するあまり、その理論枠を通してしか日本を見られなくなる傾向の危険性といったものに言及しています。教育社会学の代表的な入門書において芝野翔山らもですね、欧米と日本の教育には共通の部分があるゆえ、欧米発の理論はかなりの程度まで理解できると述べた後に次のように述べています。同時にその過程で多かれ少なかれ違和感を感じるはずである。模範とするべき欧米人の著作を正確に理解し謙虚に学び取ろうとする努めるあまり、私たちはこの違和感を簡単に乗り越えたり放置してきたということはなかっただろうかとおっしゃっています。著者らは、欧米の理論と日本の教育の現実のズレに意識的であること、彼らの言葉で言えば違和感にもっともっとこだわり、一つの感受性の体系が異質の感受性の体系とぶつかり合う経験にこだわることで日本からのオリジナル理論の可能性が生まれると説いています。ですので先ほど杉本義雄がですね、日本の社会学では欧米中心の現実を受け入れてその枠内で研究すればよいという考え方が圧倒的に主流であったと述べていましたが、私は少なくとも日本の教育社会学においてはその批判はあまり適切ではないではないかと思っています。1991年のですね、菊池ジョージのその教育社会学におけるオリジナル理論を作るというその特集号ですけども、そのテーマ通り日本からオリジナルの理論を作ることを試みた研究がその特集号にはいくつか収められています。そのうちの一つが狩谷武彦さんによる高校から職業市場への移行の日本的な特徴を描き出す研究です。ちょっとこの研究を深く掘ってみたいんですけども、この研究は日本を実証の他者として位置づけつつオリジナルに理論化を試みた事例だと思います。狩谷は、アメリカを市場原理に基づいた職業への移行を行っている典型的な事例とみなし、それをこれ引用しますけれども、日本の特徴を際立たせる反射鏡として位置づけます。市場原理からは逸脱した教育的ロジックが日本における高卒の就職のメカニズムを大きく規定している現実を描き出します。高校から
職業への移行のプロセスを理解するにあたって、市場原理を前提とした経済理論に頼っていては、職業安定法とかですね、実績関係といった日本的な状況、日本的特徴に接近することができない。この事実を裏返して、カリアは教育のアウトプットと職業との教育的な機能的に優位な関係性、これファンクショナルレレバンスって英語で言うと思うんですけども、に着目する。欧米の職業選抜の処理論はアメリカのような市場に依拠した当該社会の現実を反映したものと指摘しています。つまり理論自体のローカル性、アメリカの特定のコンテキストを反映したものでしかないというふうにですね、鋭く指摘して相対化しているわけです。さらには既存の理論が市場に欠けている要素が高卒者のジョブマッチングのメカニズムに与える影響を十分に明かすことができないとして、理論自体の限界をも指摘しています。カリアのオリジナル理論を作る試みは、アメリカの市場原理に基づいた学校から労働市場への移行を基準または理想形、そこからの逸脱という形で日本的特徴を描き出したわけです。そこで言うその逸脱というのは、別にその言葉が持つ否定的なイメージはなくですね、あくまで相対的な視点から日本の違いが指摘されたわけです。また既存の理論概念からの日本の事例の逸脱度を明らかにすることで、理論自体がアメリカの特定のコンテキストを前提にしたものであったということを指摘しました。つまり日本の逸脱を理論を個別化相対化する手段として積極的に活用したわけです。こうして西洋、まあ、厳密に言えばアメリカですけれども、を基準として、そこからの逸脱として日本の教育の特徴を描き出す研究スタイル、それは欧米の理論と日本の教育のギャップ、さっき柴野翔山が言ったそのギャップということ、違和感ということですね、違和感に向き合った研究であると言えると思います。こうしたオリジナルの理論を模索する研究は、その後も日本の教育社会学の方々の間では引き継がれてですね、ここでは割愛しますが、例えば竹内洋、清水幸吉の研究、さらにその後のですね、刈谷武彦の研究に色濃く現れています。しかしです、この何でも批評するようで大変申し訳ないんですけども、やはりいくつかの現代、かつての素晴らしい試みにもいくつかの問題点があったのではないかと私は考えます。欧米の理論的研究に関連して日本の特徴を描き出す、カリアのような研究がどれだけ既存の西洋理論の再考という意味で国際的な舞台でインパクトを与えたのか、それは残念ながら極めて限定的であったと言わざるを得ません。その理由は、既存の理論体系をほぼそのままにして、それに追加する形で日本の現実にふさわしい概念なり分析の視点を確立することに主眼が置かれており、理論体系そのものを全体をですね、再建再編再構築する試みではなかったことが挙げられます。この意味で90年代初頭のオリジナル理論への試みは極めて国内向け、コスモポリタニズムを欠いたものであったと言えます。確かに刈谷や竹内や清水も、日本語の論文を英語にして90年代初頭に積極的に発表しています。ですが、これらの論文が英語圏における理論体系の見直しにどれだけつながったのか、残念ながら私の結論ではですね、むしろ普遍理論に若干の変更を要する日本の特異性、つまり日本イコールアウトライアーとですね、日本イコール例外が強調されることで、日本の教育を専門にする海外の研究者のみの関心事で終わってしまった。これは日本一国だけをベースにして普遍理論の相対化をすることの根本的な限界だと思います。つまり日本だけが例外という逃げ道を作らせないためには、非西洋の他の国や地域との連携が不可欠だったわけです。さらに言えばですね、西洋を基準として日本の逸脱を日本的特徴とする戦略そのものの限界も指摘しなければなりません。これはクアン・シン・チェン、後ほど細かく詳しく話しますけれども、Asia as Method という本を書かれた台湾のカルチャルスタディーズの権威の方ですけれども、理論イコール西洋との絶え間ない比較を通じてのみ自己を規定する
植民地主義的知的実践を方法としての西洋、方法としての西洋 West as method と呼びましたが、まさにこのアプローチの限界と言えるかと思います。話を進めまして、次にですね、実証の他者というアプローチの事例として、次は海外に目を向けてみたいと思います。今度は英語圏の日本の教育の研究を見てみます。90年代以降、アメリカとイギリスにおいて日本の教育実践をエスノグラフィー的な手法を使って描き出す研究が台頭するわけです。その代表的な権威はこちらに座っていらっしゃる東美先生なわけですけども、これから展開する批判はですね、あまり東美先生には当てはまらないというふうに言っておきましょう。こうした研究は日本の教育実践の特徴をアメリカやイギリスのそれとの比較から浮かび上がらせ、欧米の教育界において広く常識とされていた認識の前提に疑問を呈します。さっき東美先生がまさしくおっしゃったことですね。例えばアメリカの教育では権威やルールに重きを置くのに対して、日本では共感や人間関係が重視される。アメリカでは他者とは独立した個人であるのに対して、日本では個人とは他者との関係性の中に位置づけられている。よって欧米では認知、社会、情動が3つの独立した側面として扱われているのに対してですね、日本における知性とはその全てを統合したものとして見なす。例えばナンシー佐藤によれば、アメリカの教育では3つの R、Reading, Writing, Arithmetic ですね、読み書き、そろばんですけども、アメリカではそう呼ばないですけども、3つの R、3Rs を重視するのに対して、日本の教育では4つの C、4Cs って言うんですけども、コミュニティ、コネクティブネス、コミットメント、ケアリングのに焦点が置かれているというふうに表現しています。で、こうした研究の特徴を捉えてですね、アメリカの比較教育学者のジェラルド・K・ラタンドさんは、日本の教育の問題、さっき東美さんまさしく同じ表現を使われたんですけども、The Problem of Japan という概念を提示します。それはどういうことかというと、Studies of Japanese education and schooling are excellent sources of data that expand a general pool of theoretical practical knowledge about education. こうした日本の教育の実践に注目する英語圏の研究の特徴は、日本の学校をデータの宝庫として位置づけて、定点観測による詳細な実践の描写を通してですね、英語圏で流通する既存の見方や理論といったものを相対化します。言説的特徴としては、日本語で書かれた研究にはあまり言及しません。それなぜかというと、英語で日本社会や教育について書かれた研究が膨大に存在しており、それらに依拠する形で研究が行えるからです。とりわけ英語で出版されている土井武雄の甘えの構造、さっき東美先生のお話にありましたけども、さっき申し上げましたように、この批判は全く東美先生には関係ないです。ちょっとだんだん近くなってきましても関係ないです。土井武雄の甘えの構造や中江千恵のジャパニーズソサエティは、英語圏の日本社会論に大きな影響を与えた文献ですが、こうした限られた研究が言及されているのみです。またエスノグラフィーを通して相対化される教育理論や常識もアメリカやイギリスで流通するものです。あくまで日本はデータの埋蔵地であり、知の生産者としては位置づけられていません。まだまだこの手の研究には批判が可能ですが、それはこの後でもう一回展開することにします。次に2つ目のアプローチ、認識の他者としての日本、どんなアプローチが可能なのかという話をしていきます。右側の方になりますねさて、国際的な教育研究への2つ目のアプローチは、それは日本の教育を認識の他者として位置づけるやり方です。すなわち、カリアの研究に見られたように、流通する理論や概念の普遍性を疑い、それらがアメリカ等の英語圏やヨーロッパの特定の地域や社会状況から生まれてきたものだという前提に立ちます。またカリアが英語圏やヨーロッパの一部の普遍的な地を反射鏡として、そこにフィットしない逸脱に日本の特徴を求めたのに対して、このアプローチにおいてはですね、より積極的に従来は理論や概念が適用される空間として扱われてきた日本の教育を、理論や概念が発信される場として位置づけ直します。よって日本の教育空間で育まれた思想や研究が、普遍とされる理論や概念の若干の修正ではなくてですね、またそれらを日本的に色付けし直すのでもなく、
根本的な再編、再考、または別個の理論体系を構築することを目指すのがこのアプローチの特徴です。今までもうすでに何度か言及してきましたが、園田秀弘の1991年の論文ですね、逆欠如論、それは日本の研究者の中で唯一このアプローチに限りなく接近する著作だと思われます。園田は西洋理論の消費者としての日本の研究者が長年位置づけられてきたこと、さらには西洋理論の枠組みでは説明できない日本社会の現実を例外や欠如として解釈してきた社会学の歴史を問題視します。その上で日本を他者化する西洋の社会学の理論の視点を逆手にとって引用しますけれども、日本にあるものは外国にもあるはずだという前提で日本の社会を理解するための枠組みで外国を研究することを提唱します。園田曰く、逆欠如法は外国観察のための発見的ヒューリスティックな手法で、同時に日本を再発見するための概念的枠組みであり、それこそが日本産のローカルでオリジナル理論を日本から発信する有効な手段だと述べています。さあ、残念ながら園田の素晴らしい考え方にもですね、限界点があったんじゃないかと私は思います。園田の逆欠如論が1991年に発表されたわけですけど、もう30年近く経とうとしているわけですが、その後どの程度この逆欠如論が方法論としてですね、活用され国際的な知の蓄積に貢献したか、また欠如論にはいくつかの限界があることも事実だと思います。第一に、園田の議論は日本の概念を通じた外国理解を通じて経て、最終的には日本の教育の特徴を描き出すことに重きを置いています。結局のところ園田の言葉を借りれば、逆欠如法とは外国観察のための発見的な手法であり、日本を再発見するための、概念的な枠組みでした。つまり日本の外へ発信する国際的な議論や理論形成にどのように日本産の理論が貢献するのかということに関しては言及がないわけです。そのことからも園田の普遍理論への帰求は、先ほどのカリアのアプローチと同じように国内主義的コスモポリタニズムに欠けたものであったように思います。新たな外国研究へのアプローチと国内の日本の教育理解への新たな視点の提示が主眼であり、それは国際的な議論への参加、さらには西洋の理論の限界を指摘し、それを根本から組み替えるというところまでは視野に入っていないような気がします。しかしもっと大きい問題はですね、逆欠如論は西洋の理論への依存が生む歪みに対する処方箋としては非常に魅力的だと思います。ただ問題は、西洋の理論による象徴的暴力をそのまま模倣することの危険性があまり認識されていないように思うんです。どういうことかというと、日本の社会を説明する上で有効な概念を他の社会に適用するということは、他の社会を知的リソースではなくデータの埋蔵地として扱うことを意味し、それは西洋の社会科学を特徴づけてきた知の分業体制を今度は日本を中心に再生産することを意味するからです。第三に、園田が逆欠如論を実践する際に使う事例が圧倒的にイギリスとアメリカの事例が多いこともですね、先述した方法としての西洋の問題の点で非常に気になります。次に英語圏の研究に向きます。先ほど英語圏の日本の教育実践に関する研究の多くがエスノグラフィーによるものだという話をしました。そしてその多くが日本語の議論や研究をある意味スルーする形で日本を認識のリソースとしては見ていないということを指摘しました。で、この問題を克服しようとした最近の研究がですね、ここ京都大学の、しかも MC を務めていらっしゃるジャーミー・ラプリさんと小松ひかるさんのお二人の研究だと思います。彼らの研究の特徴は、日本の教育実践の特徴を文化ではなく哲学的な実存オントロジーのレベルに掘り下げて浮かび上がらせることです。先に挙げたエスノグラフィーを中心にした日本教育に関する研究がですね、日本の文化的前提を反映した教育実践を描き出したのに対し、彼らはより根底にある
日本の実存的前提 ontological premises とそれを作り出す教育実践、彼らの言葉を使えばオントペダゴジーって言葉を使うんですけども、に注目することで普遍イコール欧米を相対化します。この実存レベルの特徴を浮かび上がらせるにあがり、日本の哲学、思想、教育学をその知的リソースとして積極的に活用するわけです。もう少し細かく話します。例えば2017年の、多分ラプリさんは時間オーバーしてても文句言わないと思います。例えば2017年の論文において、小松とラプリは日本における教育実践の伝統と西洋の伝統を対照的に提示することで、西洋の伝統に基づいた OECD のピザの前提に疑問を投げかけます。ピザ2006年のサイエンスリタラシーのデータを二次分析にかけることでですね、好成績を上げている国や地域ほど、まあ、その多くが東アジアの国と地域なんですけれども、そういった国々において学習過程への自発的参加度、子どもが学習を楽しんでいるとかですね、自発的に学習に向かっているっていった数値が非常に低い、まあ、日本も典型的な一国で、あと5分ですか。つまり教師主導型の授業が多いことを指摘しています。この謎への従来型の説明というのは、東アジアの国では詰め込み型の授業と競争の教育ゆえ、子どもの学習への自発的態度は低い、だけども成績はいい。でもこれが従来の説明だったわけですね。でこれに対して小松とラプリは別の、全く別の説明を展開します。ここで2人は2つの対照的な学習スタイル、西洋の伝統を継承した子ども中心的な学習、まあ、これをタイプ1と呼ぶんですけども、それと日本の教育実践や哲学に基づいた学習、これをタイプ2と呼びます。その2つを提示して、この両者の間に存在する対照的な学習観と学習者の自己観を明らかにします。西洋的な子ども中心主義に関しては、ルソーやソンダイクといった西洋の教育哲学の伝統をひも解き、子どもに潜在する能力や個性を解放することが教育の目的とすることを説明します。こうした教育観においては、教師による指導や教え込みは子どもの自発的な学習を阻害し、子どもの潜在能力と個性の解放を妨げるものとみなされます。さらにタイプ1の最大の特徴は、学習が完結するものとして、さらには学習者の自己が安定したもの、普遍のものとして定義されている点です。教師による積極的な働きかけのない学習においては、学習者はすでに勉強した奇襲のものの見方、枠組みの範囲内で、その中で習っていない事項、未習事項について学ぶこと、それが学習であり、それがすべての学習、それがそのまあもうすでに知っている枠組みの中の、未習事項が学習がすげ、それが全部勉強できれば、学習はひとまず終わりになります。全く異なるものの見方、全く異なる枠組みといったものを身につけることは目的ではないので、学習者の自己の意識といったものはそのままです。一方でタイプ2の学習に関しては、辻元雅史の学びの復権、模倣と習熟を紐解きつつ、江戸時代の侍の子弟を対象にした藩校における教育実践、そして今日まで続く伝統を紹介しています。そして藩校における孔子の論語の難解なテキストの暗唱といった教育実践に象徴されるように、教師が学習のプロセスに積極的に介入し、教育的に意味のあるものと思われるものに、ものを意図的に身につけさせる教授法がタイプ2の特徴です。学習者は受け身的に、時には学習内容の意味さえも理解せずに、そのまま暗唱したり暗記することを強いられます。しかし、こうした強制を通じて、生徒は自分が予期していなかった全く新しいものの見方、枠組みといったものを獲得することになります。こうした学習観からすると、学習の達成は個人の潜在能力に起因するのではなく、個人の努力や頑張りであり、学習の目的は奇襲の枠組み内の未習事項を学ぶことではなく、あくまで新しい枠組みを獲得することであり、それは学習者の自己が絶えず変化することを意味します。こうした2つの対照的な学習観を提示した後にですね、小松とラプリはピサが西洋的なタイプ1の学習観を前提にしているがゆえに、好成績を上げている国において生徒の自発的学習活動が低い理由を十分に説明しきれないと批判しています。学習への自発的働きかけが疑いのない善と想定している時点でですね、ピザは西洋的な学習観を自然化するのみならず、
世界的にベストプラクティスとして誤って喧伝しています。コマツとラプリはピザのデータを二次分析にかけることでピザのイデオロギー的理論的基盤自体を批判相対化しているのであり、その過程で日本の教育的伝統を認識の他者として活用することでピザの普遍性を相対化することに成功しています。こうして日本の教育の知的伝統を活用することで普遍とされるものの問題、そういったものに問題提起する研究は日本から国際的な研究空間に参加する上で非常に有効な手段だと思います。しかしながらです、コマツとラプリの研究にもやはりいくつか私は問題があるのではないかと。先ほど言及したエスノグラフィーによる日本の教育実践に関する英語圏の研究と同類の限界点が私は存在するんじゃないかと思います。まず第一にですね、タイプ1とタイプ2の区分に最も象徴的に現れているように、文化的に単一な西洋と日本というお互い交わることのないピュアな2つの言説空間が存在することを、前提にしています。これでは文化本質主義、文化ナショナリズム的な言説に容易に包摂されてしまいます。こうした研究の多くが普遍とされるものの相対化の手段として日本を提示するわけですが、その過程でこれは意図的かどうかに関わらずですね、日本と西洋の断絶を人工的に構築する傾向があります。コマツとラプリンに関して言えばこうした点に関する問題意識は持っています。例えばジョン・ドゥーイの学習観が比較的タイプ2に類似している点、いわゆる日本的学習観と言われるものが実はジョン・ドゥーイにも見られるということを指摘しています。よってタイプ2が特定の文化に限定されたものではないことを明らかに明記しています。それでも彼らの研究の趣旨は日本の伝統的学習観と西洋のそれとの二項対立を通じて日本の特徴を浮かび上がらせるという、ある意味方法としての西洋ですね、方法としての西洋の問題は残したままです。絶え間ない教育地の国境を越えた流通の歴史はこうした研究では後継に追いやられてしまい、結果として国と文化の境界を同一視する見立て、創造の共同体としての国家を自然化してしまいます。第二の問題点は英語圏への相対化の視点の提示を意識するがあまり、日本の教育における国内の政治に注意が向かない点です。例えば英語で書かれた日本の教育実践のエスノグラフィーは集団を基準にした全人的な日本の教育の在り方をアメリカの認知能力の育成に矮小化した教育観と対照的に提示しますが、この人間関係性や集団活動の重視は清水幸吉によると同質性と排他性という二律背反の効果を生みます。同質性とは子どもを能力別に差異化するのではなく、逆に最低限の認知能力と社会性と国民意識を備えた粒ぞろいの国民を養成する機能を果たします。つまり底上げや平等化にそれはつながるわけです。その一方で排他性とは私のクラスの子どもや我が校の一員という集団的見立てにより子どもたちがくくられることで子ども一人一人のですね、社会的文化的背景が背後に抜いてしまいます。その結果うまく適応できない子どもとか学習上の問題を抱えている子どもに関しては家庭や個人の心がけや努力が原因とみなされがちです。つまり徹底的に個人化される、学習問題が個人化されるという問題を生みます。こうして社会的文化的要因から日本的集団に必ずしも完全には属すことのできない子どもが排除されていくわけです。アメリカの研究が集団を中心とした日本の教育実践を相対化の手段として描くとき、実はその同じ実践がですね、同化と排除の装置として機能している点が見事に見逃されてしまいます。こうした国内における差異の政治、Politics of Difference、国内における差異の政治に対して何ら適切な処方箋を提示できないどころかややもすればこうした排除を生み出す原因である単一主義的な日本の教育の文化制度的前提を自然化しかねないのがこうした国際比較の研究の限界だと思います。つまり杉本芳雄の
言葉を借りればですね、杉本義雄が述べる、国内の多文化主義と国際的多文化主義 Intra-societal multiculturalism and inter-societal multiculturalism の反比例の関係への対応、または中国の知識人孫華さんの言葉を借りれば、文化内の差異と文化間の差異等を対等に意識化する思考方式がここでは求められているわけです。ただ私は日本の教育を認識の他者とする一連のこうした研究が、現段階においては必要悪だと思っています。ピサラのですね、国際的な学力調査が大きく影響力を行使している今日、国際機関が提唱するベストプラクティスへの教育政策の修練化というのはますます進行しつつあります。こうした強圧的な同一化への動きに対してラディカルな再生を武器に抵抗することはある程度必要なことなんではないかと思っています。再び孫華さんの言葉を借りればですね、いわゆる反文化本質主義的な思考は結局のところどの次元において有効な批判の武器となりうるのかという状況依存的な視点を持つことで、いわゆる杓子定規的な文化本質主義批判は慎むべきだと思います。ですがいずれはこうした研究が差異の本質化という難題を乗り越える必要性は言うまでもありません。日本の教育の本質を前提にした理想タイプの研究方法論、いわゆるメソドロジー・オブ・アイデアル・タイプスから越境的な教育思想や実践の流れを中心にした関係性の方法論へと移行する必要がいずれは来るのだろうと思いますし、またこうした緊張関係にある2つの方法論が同時進行で追求される必要があるのではないかというふうに考えます。すいません、時間をオーバーして大変申し訳ありません。ありがとうございました。